樋口周一郎は日本の海軍軍人、海軍潜水学校校長を務めた海軍中将である、樋口彦四郎。彦四郎は白虎大使として母親戦争を戦い、戦後は実業家となる、長野県出身。父は長野市で畜産会社を起こした旧藍津半々市の樋口彦四郎で、その長男である、生息中学を経て、 海軍兵学校37期を卒業した。海軍大学校宇宙学生、海軍水雷学校高等科学生を修了後、第一潜水艇大艇長を務め、第二特務艦隊司令部府として第一次世界大戦に出生。駆逐艦、杉乗組として連合国艦船の護衛任務に従事した。終戦後には06潜水艦艦,艦長に就任し、同艦をハリッジから、 マルタ島まで開港した。帰国後は、第32潜水艦議総委員長、第27潜水艦長、造船造兵監督官以後第52潜水艦長のほか、潜水学校教官などを務めている。1926年12月中佐進級し、潜水艦用飛行機の研究を主目的とした、欧米各国出張を命じられる。帰国後再び潜水学校教官となり、 同職を3年務めている。1931年12月大祭進級し、第18潜水隊司令のほか、潜水母艦、唐崎、早くじらの各艦長、ご防備隊司令を歴任した。1937年12月、少々となり、ご防備戦隊、上海方面根拠地帯、第五根拠地帯の司令官職を歴任。太平洋戦争回戦を、 潜水学校長として迎え、潜水艦長の急速要請などに対応した。同職を2年務めた後、1944年1月予備役編入となった。同期生で、地償会理事を務めた、竹崎武雄大佐、樋口の兵学校卒業席時は179名中131番と、会であった。そうや乗組候補生として、練習艦隊に参加したが、 37期の成績会グループ、特にうや乗組となった者は厳しい教育を受けた。艦長は鈴木艦太郎であり、指導官山本56、指導官府小上ネイチなどがいたが、一部教官の指導には乱暴なものがあり、反感さえ抱くものがあった。また、練習艦隊司令官からの評価は低く、鈴木は乗組候補生に20年後を見よと、 涙ながらに訓示した。結局37期別期組は、省委任官が2月余り遅れるという、海軍史上唯一の浮き目にあっている。しかし、後年37期生は召喚を55名誕生させるなど、人事局が自民の整理に困惑する充実したクラスとなり、別期組からも多くの召喚が誕生した。37期別期組、往年の宗野乗組候補生であった。 樋口もまた潜水学校の校長を務める潜水艦の権威となった。樋口は地商会の会員である。37期生では他に中田三竿大佐、竹崎武雄大佐が同会の会員で、樋口と中田は改装説の準備会議段階から参画した。樋口の学譜は木村牛則陸軍砲兵中佐で、木村は合図会会員。 国会図書館近代日本人の肖像、樋口彦四郎 AB、福島市長県人会画像247枚目、海軍中佐、樋口周一郎馬越岸千和田三竿海軍、機関少佐、小畑愛岐市長任務に、関、井上成美、小緯候補生時代、井上成美資料3-1、地商会会士、合図会会員名簿。ありがとうございます。